稲村金持は、日本の郵政、総務官僚、外交官、経営者。月間日本客員編集委員。反郵政民営化の論客として知られる。琉球列島前国民政府占領下の奄美地方、徳之島出身。総務省政策統括官、郵政事業長次長、日本郵政公社常務理事、日本郵便副会長を歴任。 琉球列島前国民政府占領下の徳之島、現在の鹿児島県大島郡天城町で生まれる。1967年、ラサール高等学校15期卒業。1972年、東京大学法学部政治学科卒業。東大での同級生に、鳩山国を、舛添陽洋一がいる。同年、優政賞入賞。1976年、 フレッチャー法律外交大学院留学。1978年、フレッチャー法律外交大学院修了、国際関係論終始。その後、ヤメ郵便局長などを歴任する。1980年、外務省在体日本国大使館一等書記官1985年には、対応国より、第三等王官賞が授与されている。 1983年、郵政省へ復帰。1986年、通信政策局国際協力課企画官。1986年、埼玉大学国際関係論客員教授、基盤技術研究促進センター出資部長、通信政策局国際協力課長、郵務局国際課長。1994年、東海郵政局次長。 1996年、沖縄郵政管理事務所所長。1999年、郵政大臣官房審議官。2001年1月、中央省庁再編により、総務省大臣官房審議官。同年7月、政策統括官。沖縄振興策として、情報、通信関連産業を誘致する、マルチメディア特区制度を提唱する。 2003年1月17日、郵政事業長次長。2003年4月、日本郵政公社発足と同時に、常務理事就任。2001年に発足した、小泉純一郎内閣が推進した、郵政民営化に対しては断固反対を主張。2005年2月、常務理事就任の人気切れで理事を退任した後も、民営化撤回を持論として貫いている。 2005年2月、財団法人電気通信普及財団理事長。2007年5月、同退任。2005年3月から2017年3月まで、中央大学大学院、公共政策研究科客員教授。2007年6月から2009年6月まで、株式会社日立政策所顧問。2009年8月30日、投開票の。 第45回衆議院議員総選挙に国民新党公認で比例党会ブロックから立候補したが落選した。2012年10月、改正優勢民営化法に基づき郵便局会社と郵便事業会社が統合し、2012年10月1日に誕生した新会社、日本郵便株式会社の副会長に就任。 2014年3月、日本郵便株式会社を辞任。2018年5月、月間日本客員編集委員、岡崎研究所特別研究員2019年、春の叙勲で、追放中受賞を受賞。郵政民営化を、郵政私物化、郵政マイ営化と通ばし、郵政民営化の本質を、改革ではなく、誘致や、 漢方の資産の外資への売り渡しであると主張している。現職内閣総理大臣の菅義偉について国際背金主義者と批判している。漢方号外第14号2019年5月21日やっぱり優勢民営化は優勢私物化であり優勢舞営化だった週末を進め、本ミシュラン。 日刊現代デジタル、2021年9月28日、閲覧。AB、稲村金持氏、国際配金主義者が総理になる恐ろしい時代。日刊現代デジタル。日刊現代デジタル、2021年9月28日、閲覧。ありがとうございます。